さあ行きましょう。今日久々ですね、 BMW の3シリーズに乗ってますよ。この3シリーズにですね、こういうテコ入れのような形で超魅力的なモデルは登場してから1、2年ぐらいでは出るのはもうこれは通例のことですよね。今回の3シリーズにもとうとう出ましたよ、318の登場です。先代モデルの318って 1.5 リッターの直列3気筒エンジンだったんですね。このボディに直3が積んであって、まあ十分なる加速はするんですけども、ちょっと振動がとか少し気になる要素もあったんですけど、これは魅力的ですね。320はもともとラインナップされてますけど、2リッターの直列4気筒エンジンですよ。それをそのまんま積んでます。型式も一緒です、318として。で、何が違うんだって、だからロムチューンだけですよ、違うのは。320のエンジン形態に対して318はちょっとデチューンをしてある形、頭打ちさせてるような形ですね。まあトルクで言っても馬力で言ってもほんのちょっとずつ、でもトルクの違いは結構大きいですね。はっきり言ってしまうと50ニュートン違うので、50ニュートンの違いっていうのは結構ね感じますよ。街中とかで言った時に、320の通常こういうデチューンしてる時って高回転まで回さなかったら変わんないよみたいな言い方僕よくするんですけど、いやこれは変わりますね。高回転まで回す前の段階で変わります。車両重量に対してちょっと非力感があるんですよね。そこがちょっと気になるところではあります。非力感っていうのかな、そのある程度の余力のトルクがあって変速とか動き出しとか全てが滑らかになるっていうのが、僕は BMW のやっぱトランスミッション周りとかの完成度だと思ってるんですけど、その感じで言った時にもう BMW のこの8速オートマ最強だって僕はよく何回も言ってますけれども、その最強だのレベルのもう手放しで絶賛っていうレベルからはちょっと落ちてます、もうはっきり言ってしまうと。それでも普通のその他大勢の中と比べた時にめちゃくちゃ滑らかな変速はしてますけど、 BMW の手放しでっていう感じにはなってないですね今。そのあたりがちょっと気になるとこですかね。あ、ちょっと待って、これワイパーいつからですか。あ、そうですよね、ウィンドウォッシャー内蔵型ですよ。このワイパーフレームから水が出ます。ちょっとワイパーやりますよ、あのウィンドウォッシャー出しますよ、ほら。あ、なるほど、ウィンドウォッシャーフレームから出てるんですね。あ、飛び散んなくていいじゃないですかこれ。まあ、今後ろの車が誰もいないので今やりましたけどね、高速道路でこれ走行中やると喧嘩になっちゃうんでね、くれぐれも煽られてる時にイラッとして後ろの車やらないようにみたいな、余計激しくなっちゃうんで、はい。さあさあ、まあそんなことはどうでもよくて、でやっぱりハンドリングとかはめちゃくちゃいいです。何よりも僕がこの車でおすすめというかいいなと思うのが17インチタイヤなんですよ。50扁平ですよこれ、225の50の17ですね。これがやっぱり見た目は可愛らしいねって感じなんですけど、かっこいいじゃんみたいにはなんないです。あ、可愛いね可愛いねみたいな、そういうような見た目ではあるんですけど、乗り味とかハンドリングで言ったらめちゃくちゃいいですよ。ちょっとスポーツ、やっぱ往年のその BMW の3シリーズのハンドリングとかって言った時にこの世界なんですよ、これなんですよ本当の BMW のハンドリングの良さ、 FR の良さ。ほんのちょっと曲がりが弱いからもうちょっと曲げたいなって思った時にハンドルを切り足すんじゃなくて、踏んでたアクセルをほんのちょっと戻すだけでちゃんとギューって曲がり込んでくれるっていうのも、低扁平なタイヤよりもこういう高扁平なタイヤの方が特徴として出やすいので、そういった良さがすっごい顕著に出てます。だから僕はセダンとしてもおすすめですけど、運転を覚えたいんだったらこの車ありですよっていう、そういう視点でも全然おすすめです。で、それでいて価格も500万切ってるので、ベースの方は M スポーツだと500オーバーしちゃいますけども、中身は320ですしね、装備面がちょっと違いますけど、装備って言ってもほとんどあんま変わんないんですよ実は。だからすごいお買い得なんですよこの318。
でやっぱ前後重量バランス50対50で直列6気筒と比べたら振動はあるんですけれども、それでも適度な振動レベルなのでとてもいいと思いますし、この運転支援ですよ。これ時速60キロ以下もう半自動運転ですよね。ハンズフリーしてもいいっていう、だからスカイラインとかレボーグとかと一緒の世界ですよ。を速度60キロ以下の主要高速道路では実現してますしね、要は渋滞中では。でそれもついてきますし、だからこういった要所要所のところは全部押さえているので、すっごい魅力的ですよ。これコンフォートパッケージ付きなはずですね。これシートヒーターついてるので、シートヒーターとかついてないです。あの純正だと。そのまんまですと。別に320と標準設定で言ったら装備は落ちるんですけど、自分が必要だなって思う装備は全部パッケージとかで全部選んでいけばいいだけの話なので、ちなみに今スポーツモードですけど、3、2、1、5、ちょっとね、やっぱり5000回転から上のパンチが少ないんですよ。馬力で言っても確か40馬力弱ぐらい、やっぱ320より下がるので、とは言っても先代の318よりも、トルクで20ニュートン、馬力でも30馬力ぐらいは上がってるので、先代の318乗ってる方からしてみたら、これめちゃくちゃいいお買い物ですよ。320と比べちゃうと、ちょっと高回転の伸びは少ないです。もう明確に落とされてますね。だから、ってちょっとなんかね、難しくなる感じなんです。4000回転ぐらいまでのその針の勢いのまんま、もっとうーんで最後吹き上がらんのかみたいな、そこをもうデチューンなので、明確に商品展開としてはだから明確に落としてますね。なんとなくその踏んでて、うわーここ絶対あるはずなのにっていう匂いがプンプンしてます。であえて落とされちゃってる。あなたのそのついた足かせ取ってあげますけど、取ってあげるにはあといくらくださいみたいな BMW からのメッセージですよ。でその足かせをつくと自然と後ろにつくエンブレムも、申し訳ない318から320になっちゃいますけどみたいな、そんな感じのノリですね。なんかほんと明確につけられた足かせがエンジンにはついてるなっていう。しかし揺れ方いいですね。やっぱこの50対50で直列4気筒は内外装でも見てもらえば分かりますけど、もう完全なるフロントミッドシップエンジンですし、いいですよこの世界。だから落ち着いて走れる、それでいてハンドリングがいいって、やっぱりこの3シリーズの完成度はすごいですよ。それをとことん追求したかのような感じで、かっこよさは、はい、ちょっと置いといて、17インチ履きますって。だからこの17インチが多分、開発陣からしてみたら、3シリーズの、実はこれベストですよ、みたいな、これ一番乗り心地とハンドリング、実は一番いいんです、318なんですけど、って。そういうような感じで出してきてるようなもんですよ。ほんとこの17インチはすごいと思います。車種はどんどん剛性高まっているので、やっぱり突き上げとかある程度鋭くトントン入ってきやすいんですけど、それが17インチだとしっかり吸収してくれるので、いやこの味はいいんじゃないですか。それで先ほど言ってる通り、ハンドルの奥深さもあります。要は粘るようなグリップがあって、要は懐の広いグリップ力というのかな、コントロール性のいいグリップというのかな、それが結果的にはコントロール性のいい、懐の深いハンドリングをもたらしてるんですけど、いやそれと50対50が組み合わさった時は本当気持ちいいですよ。本当運転覚えるんだったらこれ乗った方がいいですよ。一番最初の頃に、これを乗っとくと車の価値観ってちょっと変わると思います。あ、いい車って、バランスのいい車って、あ、こうなんだなっていう一つの基準になると思います。いや、もうちょっとハンドリングを、なんか自分の操作に対してレスポンスよくシャキッと行きたいよって言ったら、インチアップするとかもあると思いますし、まずは。で、インチアップしたら、あ、こうなんのか、もうすぐわかりますし、こういうバランスの取れたシャーシだと、インチアップ効果明確に出るので、例えばそこから、いや、もうちょっとエンジンが欲しいとかってなったら、大きい排気量とか、うんぬん、いろいろと。だから一つの、車を自己判断する上での自分のその車の評価軸を作るっていう、そんな重たいもので車なんて選ぶ必要はないと思うんですけど、それは僕ら専門の職業にしてる人たちがやればいいだけの話で、車選びの一つの基準点にしても損はないかと思います。まあそういう仕上がりしてますよ、今この3シリーズは。
ほら乗り心地いいですもん。最近 BMW もなんかかっこよさ求めてインチアップバンバンしてるから乗り心地、この乗り心地が持ってないんですよ。昔から BMW の3シリーズとかを乗り慣れてて、うわやっぱこの3シリーズでいいよねって思ってた方は多分これ乗ると、あーこれだよこれって多分なると思います。すっごい懐かしい乗り味、いやーこれいいっすね。なんか懐かしいです。本当46時代、僕の中で言うと、こんな専門的ななんか開発コードなんかで言ってもしょうがないですけど、型式で言っても、E46 とか、あの頃の3シリーズとか、ちょっと思い出すような雰囲気もありますよ。でもあの頃こんなにハンドルシャキッと締まってないのでね、緩みがない感じで。緩み全然ハンドルないんですけど、遊びなく結構ダイレクト感高いんですけど、17インチのあの50の扁平率のところでこの過敏さ出さないんですよ。反応はしてるんですけれどマイルドさを持ってるみたいな、そういうバランスもちゃんとあって、あなんか久々にほんと素直にクロート好みのいい車乗ったなっていうちょっと印象はあります。C クラスとかもな、一時期この味あったんですけどね、最近 C クラスまたちょっと硬く少しなってきたので、すごい感覚まで穏やかになってきました。なんか心おおらかな人になった気分ですよ。もう今ならなんか嫌なことされても許せそう。というわけで今回は BMW の新しく追加された318ですね。もうほんとエントリーグレードとして追加されました。超解読モデルになります。2リッターの直列4気筒、320と同じエンジンを積んだモデル318が登場したので、今回触れさせていただきました。めっちゃおすすめです。運転覚えたいとか、運転に興味がある方とか、これから車カーライフ始まるんだとか、初めての輸入車ですとか、そういうだから全ての方に本当おすすめですよ。これこの乗り味を一度は知っても損はないかと思います。これを一つの基準点として、あ車ってこうなんだっていうところで、うん、得てもいいかと思いますね。多分インチアップした車からカーライフがスタートした方は、多分このグリップ感の奥深さとかコントロール性とか穏やかな感じとかにはもう出会うことはないんでしょうね。知らないでずっと育っちゃうような気はします。とってもとっても魅力的です。一つ気になるとすれば、低回転時もうちょっとだけトルク欲しいですけど、だからそこが318なんですよ。しょうがないところですね。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いできたらと思います。ではでは、イカライフを。